鶏のささみ。おいしい。こんにちは、脇谷裕二です。脇谷裕二の裕二チャンネル。今日は皆さん、だんだん暑くなってくる日、冷たい麺が食べたかったり、冷やしそばとかありますよね、いろいろ。その中で家庭で作っておける冷やしラーメン、それをご紹介したいと思います。見てください、鶏のささみ。これはみょうがを千切りにするとこんな綺麗になるんですよ。それに細麺、それと今回は本だしの昆布だしを使ってみたいと思います。そこにお酢とお砂糖、それで美味しい冷やし麺のタレご紹介します。まず最初に鶏のささみをですね、この低温の中に、熱いと縮まってしまいますので、ゆっくりとこの鶏のささみを入れてください。そうしたらちょっと蓋をしておく感じです。それで鶏のささみを柔らかくする。今鶏のそのささみをボイルした中に本だしのあのスティックを半分強です、これを入れます。こんな風に入れて、それで今度は沸騰させます。この本だしの昆布のね、うまみ、この本だしのうまさを見ていきます。うわーすごい。塩小さじ1/2、砂糖大さじ1、お酢1杯2杯3杯約4杯に入ります。こんな風にして本だしと塩、砂糖、それに紹興酒です。紹興酒を大さじ1、それとあればですね、この粒山椒をふわっと入れて、こんな感じで一煮立ちです。それで味を見ます。とってもいい感じです。これで一煮立ちさせたところに、今度はこのようにして、これを感じで冷やしていきます。こんな風にですね、あんまり火を入れすぎない方が美味しいので、沸騰したところから6分ないし入れといていただければ、こんな風に柔らかく仕上がると思います。そうしましたら、ここにごま油を1杯、2杯入ります。塩です、小さじ1強入ります。混ぜます。そこに胡椒です、このくらい入れます。それでこのごま油と胡椒と塩、そこに紹興酒が大さじ1です。これらをこのように合わせ調味料としてうわーっとかけるわけです。この鶏にこの塩分、ごま油の風味、これをこうやってかけていきます。そうしましたら、ここで合わせてください。こういうふうに鶏のささみ、ここに味をつけさせるわけです。はい、で完成です。そうしましたら、今日はこの細麺です、沸騰しているお湯の中にふわっと入れていきます。それでボイルすること約2分です。このように混ぜていきます。その間にみょうがというのは、千切りをする場合はこういうふうにした時に縦に筋が入ってるんですね。ですので、ここのこの三角、ここをこう取ります。この縦に入っているので、これをですね、このまんま、あとはこのようにすると
みょうががですね、細く、見てください、こんなに細くみょうがが千切りになるわけです。こういう感じに切ってみてください。約2分経ちました。そうしましたら、れんごと氷水の中に入れて、こんな風にします。ここの氷の中で麺を締めてしまいます。そうしましたら、この冷たくなった麺、シャキシャキにしたあのみょうがときゅうりを氷水で冷やし、先ほどのだしも氷水で冷やし、そこで冷えたところで、こんな風に清涼感抜群ですよね。これ作っておいとけば、皆さん好きなようにそうめんでもいいですしね、きゅうりでももちろんいいですし、そこでお好きな方はこのように鶏を乗せて、こんな風に清涼感満載の冷やし冷麺で、冷やし冷麺の完成です。それではいただきます。いいね、冷たい。まずはスープを、この酸味と何とも言えないだし、いただきます。おいしい。家庭でこれできたら、鶏も塩とごま油と胡椒をあえてあるんですね。鶏にしっかりと味が入ってるんですよ。ここに大人の方はマスタードです。マスタードを入れてそれで食べてください。いただきます。おいしい。お酢と塩分はお好みで、濃いのが好きな方は塩をもうちょっとで、お酢をもう少しかけてください。冷麺おすすめです。